はい、どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回はね、売れる商品の作り方というねテーマで、ナミさんから動画いただいたんですね。この動画の中に3つのポイントが書いてありましたんで、これが非常に的確だなと思ってました。で、私の方はもうちょっと具体的にですね、別の角度からアプローチしてみようと思うんですけども、じゃあ売れる商品の作り方って何だといえばですね、まずは売れる商品が何かを知ること、つまりマーケティングリサーチが大事だと思うんですよ。で、世の中で売れる商品っていうのはどういったものが想定されるかっていうと、まあ、すぐに思いつくのがですね、どうやったらお金が稼げるんだろうかっていう方法論が売れるんじゃないかなと思います。これは多くの方がお金について悩んでいるってことが、まあ、発端になるわけですけどもね、これが一つ目じゃないかなと思います。どうですかね、やっぱりこう10万円儲かる方法が2万円で売ったとしたら、これ買うんじゃないですか。10万円儲かる方法が世の中に売っていて、その方法の価格は2万円です。つまり差額8万儲かるわけなんですよね。で、こういったノウハウっていうのはお金に関わらず非常に売れやすい商品なんじゃないかなと思うんですよ。まあ例えばね、1週間で3キロ痩せるダイエットなんてのありますけども、通常1週間で3キロっていうのは痩せないわけですよ。でもそれを1週間というね、まあコストパフォーマンスの良い期間で、3キロ痩せてしまうわけですから、これ単純に考えると2週間で6キロ痩せるよね、3週間で9キロ痩せるよねって計算式成り立つわけですよね。でもこれはその情報を受け取った方が勝手に考えることであり、本当に3週間で9キロ痩せるかどうかは分からないわけですよ。でも1週間で3キロ痩せる方法ってのはなくはないんですよね。まあ健康上の問題があるかもしれませんけど、はい、その他ですね、まあモテるかモテないかっていうところも非常に重要な問題だと思います。つまり恋愛についての問題解決、こういったものもニーズは深いんじゃないかなと思います。特に恋愛の問題っていうのは10代から場合によっては70代や80代までずっと続きますんでね。じゃあどうやって人の人気をかっさらっていくのか、どうやったら人に嫌われるのか、まあこういうふうな人間対処術、こういったものに関しましてはモテるモテないっていうものよりも範囲を広げて人に好かれるかどうかっていうところにまでね、問題が波及してくるんではなかろうかと思います。さあそれではね、具体的にと言いましたんで具体的にお話していきたいと思いますけども、じゃあ40代の方とか50代の方、最も悩んでる問題、解決したい問題、お金を出してまで解決したい問題は何なのかというと、例えばね、転職の問題ですよね。まあ、ハローワークに行って仕事をいろいろと紹介してもらう、そして面接を受ける、その繰り返しでもいいんですけども、30万円払ってくれたらこの会社には必ず就職できるよっていうものがあったら、多分30万払う方多いんじゃないかなと思いますよね。うん、不思議ですよね。ハローワークは無料なんですよ。でも30万という言ってみれば高額の支払いをすると就職が決まる、ね、就職30万で選ぶ方多いんじゃないですか。まあ具体的に言うとここに全てが入っていると思います。まあ例えば、そうですね、まあ、合コンとか婚活パーティー行きます。参加費は5000円だったり8000円だったり様々です。でもカップルになれるかどうか分かりませんよね。お好みの異性に会えるかどうか分かりませんよね。でも150万払ったらほとんど会員さんはですね、求めた相手に会えるよと、まあ、そういうことになったらどうでしょうかね。この金額っていうのは一気に安いと感じさせるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そういうふうに売れる商品っていうのは、あの人の求めてるものをね、埋めてくれる可能性が高いものについて人はお金を払うよという原理を単純に考えてみると見えてくるんじゃないかなと思います。ただしここには一つ大きな問題があります。そういう商品を作ろうと思っても自分がその成功体験をしていないから、もしくはその成功体験を知らないから、その商品が作れないってことなんですよね。まあ、ですんで自分の体験を増やしていって、実際の自分の実績として商品を作っていくのか、それとも自分の体験はないけども体験に勝る学習をして商品が作れるようになっていくのか、まあ、このどちらかだと思いますよね。はい、じゃあ今回は以上でございます。